あ、まずあれか、ワールドカップか。話してない話といえば、ワールドカップお前見てた？うん、見てたよ。え、お前はどのテンションで見るの？あー、まあなんとなく流行ってるからなのか、うん、本気で結構心から応援してるのか。本気だよ。え、だから勝ったら本当に笑う、うん、笑顔になる、イエーイって言って。え、じゃあ負けたら？マジかよ。出てた。あー、まあ、それぐらいね。マジかよぐらいね。いや、でも結構ガチで一人で、うん、ゲー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 とか言ってたよ。声出して。うん、あ、いいね。それは嬉しいわ。俺もテディベアは本当に眠い時間だったから、うん、起きちゃうのよ。応援するとね。そう、無視した。さすがにワールドカップで犬をかばうのやめようまあそうだよ、さすがにテンション上げたいもんね。そう思って無視して応援し続けた、うんうん、で毎回1点とか入るたび、うん、起きててかさ、テディベアってか犬って眠り浅すぎない？浅い。もう本当にちょっと声出しただけで起きるじゃん。だからもうあんま気使ってられないよね。こうやって起きて、でマジでなんか本当にトイストーリーの人間が来た瞬間みたいな感じで一回起きてるパターン。かわいい。ずっとそれ。テディってあんま寝つかないイメージあんの俺は。寝る寝る寝る、限界まで来るとベアより起きないよ。マジで、うん、もうこいつずっともううちが預かったりするとさ、うん、もうずっと寝ない。テディ嘘、テディはずっと暴れてる。もうこの前あやからさ、一昨日ぐらいかテディベア預かったやん、うん、俺一人になったの家、うん、で二人は預かったんだけど、うん、もうあまりにも可愛すぎて、うん、俺が寝てたのこうやって、うんうん、したらこことこここうで寝てて、もう俺トイレめっちゃ行きたかったの。本当に行きたくて、でもあまりにもこの時間が幸せすぎてトイレめっちゃ我慢してめっちゃ痛くなったのっていうエピソードあるけど、そういうのあるでしょ。ある、しょっちゅうある。トイレ行けないんだよね。トイレとかお風呂の切り出しができないのよ、うん、かわいいのよ。かわいすぎる。落ち着いちゃうと、うん、まだテディベアってさ、眠い寸前でさ、すごい服舐めてこない、うん、うんうん、めっちゃ服舐めて落ち着くみたいな、うんうん、で服舐めてる間はもうすぐこうやってやって、うん、トイレとか行けるんだけど、うん、一回もう服舐め終わっちゃうとさ、うん、舐めも終わったからさすがに寝させてあげようかなっちゃう。うん、どう、うん、預かって。本当にやっぱテディの方が俺のこと好きだなって本当改めて。なんてテディほら映ってないかな。今すごかったよ。テディはね、本当に俺のとこ寄ってくるね。で、ベアはテディが寄ってくると嫉妬で俺に寄ってくる。あー、基本的にはベアは誰でもいいって感じじゃん、うん、テディが可愛すぎてコメント欄でも、もうテディが純平に見えるみたいな、うん、テディが純平でベアがあやちゃんみたいな言われてから、もっと愛しくて、なんか俺の小さい頃見てるみたいな。お前はお利口さんすんの、純平んちでは。お利口さん、へぇ、もう本当にお利口さん。トイレがちょっとミスっちゃうぐらい。誰が？え、どっちも。え、マジで？あ、でもあの紙一枚じゃん。だからはみ出ちゃうみたいな。はみ出ちゃう、はみ出ちゃうだけだけど。でもお利口さんだね、二人とも。本当にテディの方が暴れん坊だよね。うん、ベアはいたずらしない。そうだね、うん、そんなところも俺に似てるんだよね、テディな。いたずら好きやもんな、テディな。お前いたずらっていうより犯罪だろ。俺似てる？違うな、お前犯罪好きってな。お前犯罪好きだよって兄に言うなよ、こんな動画上で。仲間兄弟。